やったん。超寝とった。え、なんか3時間以上爆睡してました。寝た。え、なんならさっきまで寝てた。全然信じてない。はあ、めちゃめちゃ。いや、逆に今日寝れんかも、夜。やばい、焦っとる。さすがに明日は寝ないといけんのに。超寝てた。やばい、寝すぎた。明日は寝なきゃ。ご飯は食べたの。ホテル着いてご飯食べて、ちょっと仮眠しようと思って30分ぐらい寝ようと思ってて、うん、結果10倍寝た。まずいちご、ありがとう。熱いかもしれない。明日何時からだっけな。昼からだった気がするけど。公園申し込んだ。あ、ありがとう。カズノシン、いちご済み、ありがとう。あれ、30分5倍か。はっ、わからん。6倍か、どっちでもええ。6倍か、6倍寝てしまいました。そう、東京の歌です。チュルチュルチュルチュチュチュルルン。そんな意識をしてては私撮ってないかな。ケンちゃんかわいい、ありがとう。え、もうなんかあとお疲れ、ありがとう。いいじゃん、かわいい、ありがとう。そう、四国にやっと出れました。私3月の7日にやっと出れるので、この公演はね、来てほしいなって思いますね。歌入れ、歌入れ、え、結構前よ、結構前。歌入れってなんだ。結構前、歌を初めて来たのは結構前です。パパかわいい、ありがとう。来てくれ。確かにめっちゃね、メンバー豪華だった。なんかめっちゃ豪華やない？私はどこだっけな、パート、そんな意識は捨てたいと、もうここにはただ単に目を向けて息をしようのところかな。深夜結婚してやだよん。平日きついね、確かに。でもね、来てね。でもね、来てねって。台湾初めてだ。午後から病気になるんか。あら、今日は朝から夕方まで仕事してもらってた。でもね、来てね。確かにメンバーがめちゃすごい。なんかユミリンさん出るのすごくない？びっくりした。四国マイカーだとリンゴ出ずっぱりで大変そう。え、私マイカーじゃないけん。え、私マイカーじゃないけん。え、私マイカーじゃないけん、出ずっぱりではないよ。あつ、 AV つかねえ、確かに。え、私毎回権利発表されるん。え、マジか。マジかマジか。とあれ、あの書き方で言った前からの後に四国よね、多分。うん、え、違うんですけど、四国なんですけど。しかも初声出し解禁公演。カズノシンかわいい、ありがとう。
え、私気にしとったっけ、あれ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 え、やだやだやだ、無理無理無理めっちゃパセリにね、リンゴ前回に来てってすっごいやだやだやだゆうたくん結婚してノーノーあ、ごごき、ありがとうね、わたわた、え、いや、やだ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 、私四国の女受験ごめんね多分ね、3期生ちゃんといっぱい入ってきてくれるよ、四国も前からも、サイヤンがチャートリーに来いって言ってたの、絶対絶対向いてないでしょ、うん、すごいね、パスに勧誘される人手不足ってだからってえ、けでも移籍は嫌だな、私チャートリー向いてない、まずインスタができんもんだってまあということで四国は皆さん来てくださいね3月7日予定あげといてねめっちゃ暑く着るじゃん今日、無理、おしゃれインスタなんかできんもん、確かに短期間でどうなるんじゃろ、なんかまたさ、ニキみたいにさ、ガイドとかさ、作ったりするんかな、うん、病気の明日ね、え、マジ明日、やばい、もう私ね、ごめん、緊張するしかもさ、チョウさんとマイキューさんと同じレンジ券さ、もう一生終わらなさそう、一生人来そう、うん、スタジオ券に、あ、絶対無理ですね、うん、絶対無理、それはないですね、 100%ないですねメール送った、カモカモお疲れ、ありがとう、もう一生人来そう、なんかもう一生一生お話ししてそう、ね、一生人来る絶対一生話し返せんといけないコールリンコやばいな明日、すごいよね、クッキンハートありがとう、しかも明日暑いらしいけんね、なんか明日19度とかあるらしいよ、やばらしい、カズノシンかわいい、ありがとう、話しか、この本でも近くなってるし、マイクなし、マイクじゃない、マスクなしのはず多分ね、だとは思うんじゃけど、それは言えないなそれは言えないな、ライブには、え、ちょっと暑そうじゃないめっちゃ暑そう、うん、天使の絵の具ハート、エマ結婚したい、やだライブするとこ、え、全然知らん
全然知らん。明日は明日は2時からだね。だ2時からミニライブがあって、そっからお話し会かな。明日は、早起き、まあでも今日よりはちょっと遅めかも。マラソン。行くぜ。夜ご飯鶏飯雑炊みたいな。あとアイス食べました。でももう東京、そう、でも東京いっぱい行くようになって、今まで絶対状況とか考えたことなかったけど、若干 20% ぐらい状況を考え出した状況を考え出した。今までもう絶対状況なんて絶対しないみたいな、なんか広島だみたいな思いよったけど、 20% はそうだな、 10% ぐらい行ってもいいくれみたいな、ふわーっと、まあ、行く予定もつもりもないんですけど、でもな、東京引っ越したらな、すごい寂しくなりそう。最近思ったよ、いやすごいね、景色綺麗でちょっと思った。染まったんかも染まってはない、全然広島の女ですよ、リンコは。でも東京で一人暮らししたらすごい病みそうで私なんてってなりそう。めちゃ綺麗だったよね、景色は。超綺麗じゃけどん、てけどん、まあなんだかんだ広島の女かな。でも東京行ったら何するんだろう、私何すればいい、何すればいい私。必要的に広島市まで、いやダメだね。いや住めてもさ無理だよ、だってレッスン行くのにさ新幹線4時間は無理じゃん、無理だよ。シティオルチはでも絶対広島じゃないとダメ、無理無理、マチコ誘拐する。やめた方がいいよね。そうだって絶対レッスンとかさ行くために毎日さ4時間かけて行かに行け、めんどくさい、そんな絶対やめた方がいい。しかも往復4万かかる、レッスン1回4万円、もうそれダメじゃん、赤字じゃん。カズナシーンラブレター、ありがとう。赤字やんね。無理無理、しんどい。しかもさしんどいじゃん、朝レッスンある時とかさ、始発とかで行っても間に合わんかもしれない、無理じゃん、そんな。プライベートジェットか、ちょっとそこまでは儲けてないかな。え、なんかさ、張さん50連泊する、なんかって言って、ね、すごいな、すごいなっていうか、えっと思った。なんか愛子とかも20連泊ぐらいしてるって言って、でもめっちゃ楽しいって言った。めっちゃ東京満喫しとったよ、久しぶりにね愛子と会ったんですけど、なんかめっちゃ東京満喫しとったよ、なんかめっちゃ楽しいんだけどって言った。面白い、早く帰りたいかって、早く帰りたくないんって言ったら、え、めっちゃ楽しいんだけどなって言った。
私はやだ、いや私絶対やだ、えやだとか言ったらごめんなさい、やだとか言ってごめんなさい、えで無理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 、20連泊は無理、えなんか東京が嫌とかじゃなくてもうホテルが嫌だ私、いや無理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 、えしかももしかして20日連続会えるのよ、絶対やだ絶対やだ、だって無理無理無理、10でも無理、1週間でも今ギリ1週間でも嫌だ私は無理、寂しいじゃん、だって別に東京が嫌とかじゃなくて寂しいから嫌まあ、あのホテルが嫌だ、だから乾燥するし、ホテル嫌い家しか勝たんさっきすごい満喫しとったよ、なんか東京の面白話聞いたりした、今日愛子から、うん、そう、もつくに会えるのが辛い、私は東京がどうとかではなくもつくに会えるのが嫌だ家がいいな、今まで長くて 6泊ぐらいとかしたけどきつかったもん、もう持ちこえたいってずっと思いよった時頑張って1週間かな、時すごいなって思う、あと洗濯が分からん、コインランドリーが分からんけん私無理、その20連泊とかそんなさパンツ20個とか持ってないしでホテルの洗濯機使ったことないけん分からんやり方、えだけさ20連泊するってなったらパンツ20個とかさ持ってかねえけん、そんなん無理え、分かるの洗い方あれ洗い方分からん、ホテルの洗濯機の洗い方分からんえ、分からん、無理無理、ええやけん無理や、無理だいつもいっぱい持ってってるもん、ミシルボイさんハートありがとう。ないの、今まで6泊とかしてもその分だけ持ってっとったやだ手洗い、やだやだやだえ、分からん、家ではいやあるよ、あるけどなんか違う、なんか分からんホテルの分からん、いや家では、家でもでも洗濯はそんなせんけど、かゆ家ではたまにする、でも11ハートありがとう え、てか東京ってさ、え深夜でもさ電車走っとる、東京ってどうなん、ね、やだ裏を持ってとか、やだやだ無理無理走ってないのか、ちっとげちゃった、なんか温泉行きたいんですよ、配信待ってからでもね近く、このここら辺の近くの温泉がもう閉まっちゃう、ここいい、でも無理だ、ここ 9.7 キロ離れてる、無理無理、温泉行きたい、でも温泉浴がやばくて温泉行きたい大体どこもさ10やっても12時とかで終わっちゃう、無理じゃん、温泉行きたーい、部屋じゃもうそう満足できん、ボディにわがままボディになっちゃったここ 35km 離れてる、無理じゃんバカじゃんダメだ、温泉行きたい、東京の昔ながらの温泉行きたい、もうね私はホテルの風呂じゃ満足でき、わがままボディになったんよわがままバディバディそう銭湯、銭湯行きたい行きたいマジで、せっかく東京来たし、でもなんかなんでこんな全部なんか遠いの、
銭湯行きたい。なんか東京の江戸っ子みたいな銭湯、銭湯に行きたいけど、もうまあめんどくさい。そう、壁に富士山が書いてあって、なんか昔、なんかタイルの昔ながらのお風呂。お風呂がいい。そう、ガチの銭湯がいい。ダブ？え、銭湯がいい。行きたい。誰か教えて。遠いな、でも。いや、じゃあ12時までか。微妙じゃない？だってさ、微妙だな。11時。無理無理。ダメだ。え、温泉の12時までってことは、12時までに行けばいいってこと？絶対違うよね。12時までに出ろやってことよね。無理無理。温泉行くんだったら、もういっぱい浸かりたいけ、無理。でもね、なんかいい温泉あったんですよ。でもね、ここに11時半までしか行ってない。無理だ。え、今日12時まで配信するの私。え、あの、バブじゃ物足りないのよ、もう。もうバブじゃリンクはもう物足りないのよ。あ、なんだ。何タイタン、何いきなりタワー立ててきて、あれか、なんだっけ、あれか、武藤刑事引退試合タワーか。ありがとう。あ、そう、私さ、昨日携帯2個持ってきてないとか言ったくせに持ってきとったし、なんならタワーのお礼もめっちゃ持ってきとった。あ、やばい、ホテルが丸写しになる。ちょっと今出せんわ。持ってきとった。何タワーだ。最近なんかまたエゴサに、そう、なんかエゴサするようになったよね私。なんかね、今月入ってからエゴサをまたちょっとやるようになりました。試験モンバラ、ミシルボーイ結婚して、ありがとう。あ、書いとこう。生きることは呼吸。そう、またするようになった。PRM って終わってからだいぶ時間に余裕ができるようになったんですよ、マジで。あ、本当に。先月とか去年の12月とかあたりがめっちゃ忙しかったっけ。 PRM 隊の期間がちょっと落ち着いてからだいぶ時間ができるようになったから、エゴサをまたするようになったんですよ。何タワーこれ、何いきなり。私今日最終配信かな、あれ、私今日3期生オーディション最終配信かなって。エゴさして、ムトは刑事ファンいるんですか。え、それは語らないと。あ、終わったんか。いや、分からん、私全然見れてないや。見た、見ればよかった。
そんなことある。バタくんの英語できなかどうだろうね。明日そんな、いやまあまあ早起きか。でも寝れんもん私今日絶対3時間寝とる。いっちゃんハートありがとう。どうだろうね。よいしょ。これ何タワー？なんじゃろ。雨降ったら？え、屋内に変更なるんかな。でも今日は3時ぐらい、3時とか寝たら別にいいかなって感じ。リンゴチルドレン何それ。あ、そういえばさ、なんか何番の子か忘れたけど、なんか私のマイシャトウチのこと褒めてくれてる子、褒めてくれてるっていうか、なんかのをことを言ってくれてる子がいたらしい。ちょっと見れてなかったけど、リンゴチルドレンタワーって書いてくね。なんか、え、わかんない、全然ね、どこで、なんかわかんない。屋内か屋内か屋外でやるんかわからん。なんか、あ、でも暑いらしい。階段で歌うの？階段で歌うの？そう、発表ないです。ないです。でもあれやね、次のさ4期生オーディションが年齢上限22歳とかになってたらいいね。そしたらさ、だってさ、もし仮にさ、多分次の4期生オーディションとかがさ何年後かな、2、3年後とかじゃんって考えたら、19歳の子とかが次受けれんじゃんって考えたら、4期生オーディションが上限22歳になればいい。受け、どうする私受け負ったら。何年後かな。でもね、3年後とか2年後とかじゃないですか、4期生じゃ、その、ね、年齢上限が22歳になればいい。3年後か。名前覚え、でも覚えられるかな。年齢制限撤廃はおもろい。おもろい。確かにね。でも私4期生絶対入らん。だってもう絶対年齢上限無理じゃん、もんもう。どうなんだよね。早っね、もう4期生の話と飲むろ。今の確かに名前つけ、なんかつければいいな。アクターで1期生みたいな。センスあれか。大人 STU。
ね、勝手にさリンコチルドレン、誰かめっちゃ勝手に作るじゃん。チルドレン。リンチルいらない、いらんのとかに勝手に作る。でも関わることあるかな、あんま なさそう。絶対パセリじゃん、絶対パセリじゃない、笑い声がさめっちゃパセリ、絶対パセリ、なんかめっちゃパセリ、え違うかな、なんかめっちゃパセリの声、なんかめっちゃパセリの声に聞こえたんだけど、え怖い怖い、えどうしよう、めっちゃ悪口言ったら、え絶対パセリめっちゃ笑っとるもん、なんかめっちゃ笑っとるよ、めっちゃ笑、ティンコがさマジうざいんだけどあの女とか言ったらどうしよう、気をつく。え、バレバレ言うんやけど。カフェス、え、なんかカフェス、なんか廊下、廊下なんかな、廊下の声がめっちゃ聞こえる。あの女マジムカつく、マジうざいって言ったらどうしよう。めっちゃ笑いよ。言わんな、パシでそんなこと絶対言わん。アイスキャラ取るな、アイスキャラ取るなって。私お菓子キャラじゃけん。昨日夜お風呂入りました。あ何このミラーボール、つちゃ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 。あ花粉やばいっすね、花粉やばいですね。お、いっちゃんだるま、このシーン、アイスありがとう。私花粉、そうね、え温泉行きたい、どうしよう。え11時50分に終了、行こうかな、やるんですよ一個、なんか12分ぐらいで行けるところ歩いて。11時50分終了、えこれは11時50分終了はもう、えそこまでにお風呂出ろよってこと、えマジで行こうかな、えでもなん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 でもな。ハヤトハヤトありがとう。やだよね、40分か、少ないな、ちょっと何かでもなんかね、哀愁漂う昭和のお風呂みたいな、ここいいの見つけた。でもな、めんどくさいな、やめよう。カートハートありがとう。あらだから私がこんなに3時間もねんかったら余裕で行けとったのに、ほんとバカ。マジでバカ。そこから配信、それ見たいだけじゃん、見たい見たいだけじゃん。
今日のお宿はホテルのユニットバス。This is my heart。ありがとう。それ見たいだけじゃん。1時まで。でもね、遠いんですよ。ここいいな、1時までやってる。電車で13分ぐらいか。こうかな。シクターはめんどい。シクターはもうお金がかかる。やばい、私ね、もうね、確定申告をしたんですよ。シクターだけで驚愕。なんかあの、ま、交通費をまとめるんですよ。レッスンとかで寝坊したりしたら、私シクターよく使ってたんですけど、やばかった。なんかめっちゃ使っとった。無理無理、もうね、めっちゃ使っとった。え、私めっちゃなんか本当にありえんごく使っとった、シクターに。やばかった、もうびっくりした。え、ちょっと控えようと思って。シクターほどのなんか豪華なお金遣いはないと思っとる。シクター全然今考えた。やばいよ、マジでめっちゃ使っとった。やばい、ダメ。シクターは使えんもん、私。もうシクターはもう使わん、もう絶対ビリビリ。しかもさ、しかも住民税とかも来る、もう無理無理。泣き泣き。チュルルルチュチュチュルン。シクターとか絶対誰も使わん。やばい、シクター。でもなんか、こそこそ積み上がってって、やばかった。ちょっと買っとった。節約しよっかな。こそこそ細やかに。シクターの女神になっちゃった。やばい、泣いた。いけん、ちょっと今年1年はシクター使わん、マジで我慢する。とか言いつつ、明日シクターで家まで帰ろうかなとか思ってる。もうやだ。そう、シクターの女神、ようやく会えたね。できた君がいる。消費税なの？シャータンの女神公演したい。したい。パスリめっちゃ歩く。私がタクシーで行こうとしたら、パスリいつも歩いていくって言うけ、刺激される。したい。100メートルコンビニとかしたいもん。めっちゃ歩くよ。めっちゃすごいね。あの子めっちゃ歩く。あの子めっちゃ歩く。1時までか、行こうかな。来た。どうしよう。1時までか。行ってこようかな。配信何時まで？ 11 時ぐらいまでしてから行ってこようかな。歩いて行こうかな。でもさ、私ね、モバイルパスピーを使うようになって、あのピーってする快感がすごい。めっちゃ快感。ピーって。すごいわ。あ、もうこうやってさ、ピッピッってやるのがもう都会人って感じがして。快感。行こうかな。歩いて20分ぐらいか。だる。だる。それはだるい。めんどくさい。朝行くとか。朝行こうかな。何時？3時からじゃん。無理じゃん。ダメだ。
今までパスピーだったけ、携帯でピッてやるのがすごい楽しい。楽しい。スイカ、スイカ便利。スイカしかも広島でも使えたん。宮島行くときスイカ使えてね。すごい、スイカって便利。スイカがあれば何でもできそう。あと買い物にもスイカ使えるじゃん。便利だスイカ。最近スイカが大好き。え、東京の夜道20分歩いたらちょっとやばいかな。ナンパされるかな。20分はでめんどいな。そう、スイカやばい。スイカめっちゃ便利。そう、でもこの前は買い物にスイカを使ってね、すごい快感だった。ピッてやればいい、めっちゃ楽じゃん。すごいわスイカ。便利や。すごか、すごか、すごか、すごか。かわいい。え、そうなんよ。お金全然使っとるように感じんけん、やばい。行こうか、西日本は行こうか、広島はパスピー。パスピー、じゃパスピーなくなるの。じゃあ今のうちにスイカを入れておいた。パスピー、オキか、オキかって言うん、オキか。うん、オキさんみたい。私はイコか、へえ、イコか持ってないや、うん、持ってない。スイカとパスピーしか持ってない。来たか、かわいい。来たか、かわいい。あゆか、かわいい。女じゃん。お、MV 来た。え、そうね、お風呂後ラーメン、もうそのお風呂入る意味ないやん、それ。行こうかな、温泉行こうかな。サウナ、水風呂、あれいいね。1時、11時に終わって、11時10分、11時半に着いて、でも1時間以上入れるな。え、行こうかな、どうしよう。行きたい、もうやろ、もう私二十歳よ。スイカ、どうなんじゃろう。でも新幹線はチケット派。行きたい行きたい行きたい、どうしようどうしよう。私二十歳やぞ。ふん。めっちゃ今ね、こピアル舞台、多分ピアル舞台が今日止まっとんよ。やけピ、誰誘う。迷惑じゃろ、普通に考えてさ。明日わーわー早起きたのにさ、今から温泉行こうとかバリ迷惑や。ダメダメ、迷惑すぎる。大丈夫よ、変な人に会ったらね、規制発するけ。で、私が逆に変な人になる。え、朝空いてない、空いてるんだよ、なんか昼からしかやってらん。あ、衣装解禁されたんだ。おー、そう、迷惑や。ポセリさん寝たい、絶対迷惑すぎ。え、衣装、衣装が今回白と黒のメンバーがいるんですよ。すごいよね。
私何色でしょうか。なんかさ、 MV 撮った日にでも Twitter でなんか流されとったの見た。流されとったっていうか、私違うよ、白と黒。正解は白でした。黄色じゃないって、白ですよ。変わらなくていいんだ。一人だけ黄色とかダメじゃんそれ。白、私は白担当、白担当でした。でもステージ黒の衣装って表題曲だったら初めてらしい。黒もいつか着てみたい。でも私は今回白です。セラピも白だった。なんか面白くてね、白と黒のメンバーでダンス分かれてたりするんよ。すごくない？面白い。関さんの衣装とは違う。そう、全然違う。なんかね、お、すごいんですよ。見せたいんですけど。え、じゃあ MV オフショットはもう映していいってこと？なんかね、こんな、あ、いっぱいスカートが段になってて、手に QR コードがあって、スニーカーなんですよ今回。なんかめっちゃ画面黄色くなった。ユーゾーハートありがとう。そう、 YouTube で Twitter に上がっとる白の結構ボリューミーな衣装。そう、LINE 登録できんかな。やめて。やめて、やだやだ。ウェーバンかわいい、ありがとう。さあ、清掃。スニーカーない時めっちゃ踊りやすい。でもスカート長いけめっちゃさ、かなんか踏んじゃうよね、スカート。ここ気をつけんといけん。この衣装めっちゃ重い。モバ送っていいんじゃない、明日送ろうかな、じゃあ。こうやって言うね。え、これが出とるってことはもう衣装の写真も送っていいってことよね。だと思う。うん。ダンス鼻だれ。いや、なんか、ま、若干確かにちょっと鼻だれ要素もある、入ってるかも。なんか、ちょっと似とるなーってところある。風の死に合う。ありがとう。でもね、悲しき。悲しきなんですけど。あの鼻だれよりも息をする心の方が断然テレビは映ると思う。ポジション的に言ったら鼻だれの方がいいんですけど、ポジションっていうか、そう、ポジションかって言ったら鼻だれの方がいいんですけど、悲しき今回の方がテレビには全然映る機会があると思う。そう。でもどっちがいいか分からなくなってくるよね、そうなったら。鼻だれはマジで映らんかったっけ。そう、息をする心の方がまだ鼻だれより、まあそんなすごい映るわけじゃないけど、鼻だれよりかは映ると思う。そう、鼻だれはめっちゃみんなから、私ね、鼻だれね、めっちゃメンバーのみんなにね、リンコマジでかわいそうってめっちゃずっと言われよったんよ。本当にそれぐらい映んなかったんですよ、マジで。だけどなんかすごい複雑な気持ちだったんですよ、正直。そう、マジリンクかわいそうって言われて、そう、うわ、落とし売ればだけだったっけ、すごい複雑だったんですよ、だって。そう、複雑な気持ちだったんですけど、そうそう。そう、みなみさんと私が全然映んなかったんですよ、
ポジション的に次いいんか悪いんかって感じだったそう今回の方がね映ると思うじゃけえ遠目だとマイキューさんと待ち最高の褒め言葉最高の褒め言葉そうだっけ今回の方が多分映るかなって感じまあいいとトライよあのポジション本当映らんけあれやばいな。なんだっけ私なんだっけ私があのリネちゃんが代わりに出てくれた時も全然映らんかったって言った。あのポジション自体が全然うちらのんだと思う確かに真ん中の後ろらへんって多分一番映んないんですよね。映りにくい、なんか端とかの方が多分映りやすいよねテレビって最近気づいた。新名今回はサラピ、花柄はみなみさんでした。そうそう白列だったら端の方がね全然映る。あの真ん中はマジで映らんなと思った。次今回の方がまだ映るかなって感じ。でも何回ね一回さなんだっけベストヒット忘れたけど、その時に一回初めてソロで抜いてくれたことがあって、もうその感動を私は忘れられないんですよ。あの誰でいっぱい歌番組出させてもらったけど、初めてなんだっけベストヒットだっけなんだっけな忘れベストヒットだっけ忘れたけど、それで一回初めて抜かれた時があってマジで感動した。もうありがとうって感じだった。ベストヒットか、そうベストヒットの大阪の時かな。そうそうグリーン車の時に初めて抜かれソロで抜かれて感動した時に抜いてもらった。今日舞台見に行けばよかったな。今日って知らんくってさ、私明後日と思っとった。泣いた。もしこの世界からカズノシン1号ありがとう。背のここコート裏に QR コードとがついてて、床にでっかい QR コードがね貼ってある MV は。いやなんかそうパスが舞台見に行くって言ったけんさ、私明後日って思いよったんよ。今日もあるんじゃって思って行けばよかったです。今日行けばよかった。毎日撮れちゃいけようかな。下につけたのも実際それはまあお楽しみだね意味があるかどうかはそれは お楽しみだね。
今日は、ネタ番組にたくさん出れたら嬉しい。ナスベ1月っ子ありがとう。手に毛が生えてるだけです。生えてないよてかねえ見て、もうね腕がボロボロなんですよ私配信でちょっとわからん、見て、もうもちこにかもう噛まれすぎてて、ちょっと待ってよ。あーわかるかな、ボロボロボロもちこにもう噛まれすぎてめっちゃ噛まれるんですよ、こことかめっちゃ。もちにね、もちこチュパチュパって言ったら合うってやられて、本気が見されてもうめっちゃ腕がボロボロ。いや何もしないのよ、かまんよ。もちこーん愛してるって毎日朝と夜に起きた後と寝る前に、あのね、もちこをめでる日課があるんですよ。もちこ今日もかわいいねって言ってチパチパする日課があるんですけど、その時に怒られるいやでもこれはねもうねタトゥーじゃけんご褒美なんよ。でもね嫌われとると思うじゃん。でもね帰ってきたらすごい喜びしてくれるんよ。マジで可愛いもちこ、マジで大好き、マジでね可愛いよ。やばいじゃろこのビジュアル。あなたなんか配信だと映り悪いな。マジで可愛い。上目遣い持ち、やばー、もちこーって感じもちこーって感じいやでもこれご褒美なんで、うん、これからもねたくさん傷をね増やしていきたいとね思いますよかいちゃんだるま休みお疲れ10個ありがとうもちこんもちこんって感じもちこもちこもちこ、え会いたい会いたい。お豆送っていいの。えなんかねみんなさ、そうコタクなんかさいっぱいお豆で本当はもちこの写真送りたいんですけど、なんかでももう犬の写真ばっかりってなりそうで控えてたんですけど、送っていいんだったら私めっちゃ送るよ見てママが送ってくれた今日のもちこかわいい感じねえなんかママから今のもちこが出て、ママ配信見てるじゃん今のもちこだってボシャボシャかわいいもちこ会いたい。ねえ見てねえ見てねえ見てねえ聞いて、あのねちょっとみんな LINE スタンプを買ってください。あのめっちゃもちこのね LINE スタンプを見つけたんよ。えマジでみんな買ってめっちゃもちこに似てるね LINE スタンプ見つけたんよ。なんていうスタンプかいねこれ、めっちゃもちこなんよ。もう頭の模様ももちこで、なんかもちこなんですよ。もうみんな買ってお揃いにしようちょっと画面じゃ映せれんけど、なんていう名前だっけな、シーズーしか勝たんっていうスタンプがめっちゃもちこなんですよ。もう頭の模様もちこだし、なんかこの何あーってやつとか、なんかねガルルルルって怒ってるスタンプとかね、かまってってやつがめっちゃもちこなんですよ。マジでもちこ買ってみんなお揃いにしよう自分で作りたいねえおもろいや PR 舞台のスタンプはちゃんと出たら言うけど、いやマジでびっくりした。これシーズンしか勝たんっていうスタンプなんですけど、めっちゃもちこなんよこのシーズンちゃんが、わかる？とね、ジャムバタチューズさんっていう方が作ってるのかな、
のシーズンしか勝たんってスタンプがめっちゃもちこなんですよ。もうみんなもうそれにしよう。おそれにしよう。私めっちゃ最近これ駆使しとる。マジでもちこなの。頭の模様がもちだし、なんかスタンプがめっちゃもち。いや違う、いやダメダメダメ、おしめとおそれと思って。ジャムバターチーズさんって方が作っとるチーズしか勝たんってスタンプ。やすべはやたありがとう。めっちゃおちこ。250円だって安いね。あ、買ったか、早っ。早っ。分からん、いつか私と LINE できる日が来るかもしれんじゃろ、そう思って。おそろい。おそろいおそろい、嬉しい。私めっちゃ使ってる最近この LINE スタンプ。マジでね、持ちこないよ。今日よ、あれにしよう、毎日どっち、なんじゃっけ、え、神戸の中華街にしようと。え、まだやってないよね。え、可愛いよね。そう、南京町にしよう今日。え、そう、動くんよ、しかも可愛くない、やばい、萌え。さっき PR 舞台のスタンプも絶対買って、 PR 舞台とこれを。マジで可愛い。加藤いちごありがとう。ねえ、私何の宣伝しとんじゃろ、私何の宣伝しとんかな。いや、もちろんもちろんもちろん、お話し会を宣伝しないと。南京町自体は多分知らない、なんか神戸のおすすめみたいな、南京町メインではしてないけ。今日は南京町にしよう。11日目買った。いや話し会よりはしてないよ。いや話し会の方がまだしそうよ。でこのジャムバテチーズさんの作品めっちゃ可愛い。買ったもん。ねえ、私何の宣伝したの、マジで。でお揃いじゃね、お揃いじゃわ。なんかもうめっちゃ持ってたんですよ、頭の模様だとか、この毛のもじゃもじゃ具合とか、なんかとあのね、特にそのスタンプのガルルってスタンプがめっちゃ持ち子なんですよ。マジで可愛い。PR みたいのも250円とかじゃない、多分。ビールのスタンプはもう最近使ったら、もうそのジャムバターチーズさんのばっかり使ってる。かわいい。南京町。
日本三大中華街だっけ。え、そう、しかもそのウォーってやつがもうモッチの、モッチもそめっちゃ走る系、そんなんなんよ、かわいい。ねえ、マジで自分さ、もうマジでさ、そんな LINE スタンプの宣伝よりも自分の話から宣伝しろ。買ったね、みんな買ったら、おもろい。ね、それな、STU って全然関係ないけどね。あ、神戸入ってるよね、調べよう一応。日本三大中華街。これな、何宣伝しとん自分。神戸、あ、ほんまじゃ、日本三大中華街じゃ。の一つで。いや、怒られる。お前マネージャーさんくれる、お前はな、お前全然話が宣伝せんくせに、意味わかんないとこばっかり宣伝しやがってって怒られる。そう、シーズしか勝たんって、マジでかわちい。そう、シーズってそうなんですよ、宮廷にいた犬なんですよ。買ったんかい。いや、まあまあ、でも250円よ、250円、うん、大丈夫。何春節祭、春節祭、春節祭、これは書こう。明日のり、そんな250円、何言ってんの。あなた CD1個1000何円にね、なったら250円、全然安い。1月22、1月1から29、21、22、27、22は春節祭、春節が よし、できた。今日も JK リンゴが乗ります。あ、推しシリーズもあるんだ、へえ、すごいね、いっぱいある。今日から南京町、日本戦で中学生、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 中学生で民生の、あ、待って、かぶってる。あと町の雰囲気がめちゃくちゃ素敵で、
お店の方も変な方が多かった。よし、できた。あ、衣装もツイートして。明日ツイートしよっかな。船の水。私は一体何の宣伝をしているんだろうか。あ、やば、どうしよう、何時あるかな。生きることは呼吸することは急がないで、やめないの。うん、お風呂行こうかな。そうなんよね、ホテルのお風呂じゃもう満足できんくなってしまった。人間関係とかいいな方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。船の飴？なんかアイスとかもあったよね。え？待って、なんか画面が変になった。なんかショールームの画面が変になった。あ、直った。治った。でもダメや。だってパセリはまずもう裸見せてくれんけん、私に。サーヤも見せてくれん。もうみんな私がショールームでね感想を言うと思ってる。無理や。え、明日メンバーマスクすんのだる。え、やだ。マジか、めんどくさ。なんで、なんで、だるだるだる、やだー、マジでやだ、したくない。やだー、やりたくない、マスク嫌い。もうマスクした状態で喋ったらすごいもう気持ち悪いんよ、マジでやだ。なんで、もうよくね、めんどくさいわ。なんで、もうやだ、明日マスクすんの。だる。別にいいじゃんかね、よくないもん。いや、もう本当にね、しかもライブ後じゃん。ライブ後のさ、汗かいたファンデーション塗った状態でマスクしてさ、もう喋るともうまず肌が荒れるんですよ。もうマジでやだ、マジでやだ、マジでやだ、やりたくない。めんどくさ、やだな、やりたくない。そう、もうマスクなしでよくないもん、めんどくさいんだが。そう、3月までよね、なんかマスクをなんか個人なんだっけしていいのは3月からか。ショック。もうなんかスピンで出ようかな。本当にメイクした状態でマスクして
あんなべちゃくちゃしゃべる状態が本当に私嫌いなんですよ。え、なえた。なえた。なえた。いや、私明日絶対マスクせんと思いよった。なえた。どうなんじゃろう。したくないな。でも見送りがもうマスクしとらんけんさ、いいんかなって思いよった。やだー、メイク落としてからやろっかな話し会。本当にやだ。でもそう考えたらさ、あの四国ツアーのさ、めっちゃ近かったじゃん、あれマスクなしで。あの時でもコロナだったのにさ、あれは何だったんじゃろ。いや、わからん。それな、銭湯行ってないを解消するか。よね、なんかね、四国ツアーの時めっちゃコロナ禍だったのにさ、マスクなしだったらあれは何だったんだろう。ちょっとよくわからん。基準がわからん。そう、四国ツアーめっちゃ、でも明日あれぐらいなんかな、近さ。四国はいいんかな。そういうもんなんかな。自治体。ああ、なるほど。国っていうか県によって違うんじゃない。やだー。本当に話し会でマスクするのマジで嫌いなんですよ。しょうがないね。でも、全然明日の内容情報が分かんない。どれぐらい近いんかとか、マイクあるんかとか全然知らない。めっちゃ泣いとる。終わろうかな、そろそろ。会場はあそこのガンダムのところでしょ。終わろうかな。めっちゃへこんどる。勝手になってないと思うやったけ。へこんどる。ちょっとお風呂はちょっとダラダラして考えます。AKB さんマスクなしだったんじゃ、どうなんじゃろうね。明日マスクなしだったらいいな。終わろっかな。お風呂行ってかや。やっぱ行こう。行ってこよう。イエーイ、温泉、銭湯行ってくるぜ。せっかく東京来たんだから満喫しないとね。行ってこよーんと。はーい。最後の挨拶、これが最後の配信かもよ。東京の街は危険だからね。とか言ったらシャレなら、もうちゃんと気をつけていきますよ。シャレなら本当に気をつけて行っていきますよ。気をつけるよ。タクシー使わん。もう歩き、帰り歩きで行くか。行きや、電車で行こうか。行ってこよーん。ねえ、ごめん、嘘。いや、嘘、ごめんね、嘘だよ、ちゃんと帰ってくるよ。そうそう、防弾チョッキスめっちゃ治安悪い。そんな治安悪くないよ。フリじゃないよ。ちゃんと気をつけていきます。
だからでもそう迷子になる可能性も、迷子になってもう一生帰れん可能性も、吉崎凛子さんが行方不明になっておりますみたいな吉崎さんは夜11時頃に温泉に行くと配信で言い残しホテルを出た模様、そこから行方が分からなくなっていますみたいな迷子になってなるかもしれん。え、だって誰も行って迷惑じゃろ、こんな時間に温泉行こうとかめっちゃ迷惑や一人で行くダメよ、サーヤンはね私にね見せたくないらしい大体みんな入ってそう、風呂。行ってかやん、楽しみだな そう、サイエンとパセリは私に見せてくれないからね私が感想をね言うと思ってるからね、気をつけていこう。でも東京のんでちゃう大丈夫そうだけどね、そんな、うん、うん、じゃあ終わりますね。ジロジロ見てくるいや確かに見るけれども、だけどそれを配信で言ったりはせんよ。あいよ安心して、もうリンコ二十歳だよ、二十歳わかる、もう成人して2年経ってるの安心してねえ、そんなの心配せんでなんなら私夜の3時とかに余裕でモスクワ散歩しとるけど全然大丈夫心配せんで、もう20歳やけ私言わんよ配信で、そんなそこまでサイヤの裸はムルムルしたべ、そんな言わないよしーちゃんお疲れありがとうまあでもめんどくさくなったらタクシー使う、だるいな行くの、確かにだる、確かに電車だるい、時間かかるじゃん結構、しかも東京の電車わからん、だるいな確かにじゃあ終わります。あ、明日は配信は何時かな、明日は配信は11時ぐらいかな、11時ぐらいにやります夜の明日配信夜の10時ぐらいにしたいと思います。じゃあ明日はイベント来る人は待ってますねなんか見るだけだったら無料で、どうなんかな、まあまあ気軽に来てくださいな明日行き待ってるじゃあ行きまーす、じゃあ壇上読みますね。やっぱ行くのめんどくさくなってきたな、どうしようやべ、やっぱだるいかも、ちょっと考えよう読みます。13位コロン、12DD48、11ABC ハウス、10位あおにくん、9位なおとちゃん、8位ピタ、7位かずのしん、かわいい女神りんこ姫、6位ジョナラゴ、5位なりちゃん、4位ケイタ、3位加藤、2位やすべ、そして1位はタイタンでした。ありがとわありがとわ、じゃまた明日温泉行ったかどうかはちょっと明日のメールに載せますじゃあねー、バイバイ、おやすみなさい。